北大阪急行急線系ポールスター2が中門津方面から桃山台駅にやってきました。桃山台駅ホームの千里中央方面から中門津方面にカメラを構えて動画を撮影中。可能な限りホームの皆さんは映さないようにしています。一見すると阪急電車のマルーンカラーのようにも見えますが、よく見るとマルーンカラーではないんですよね。阪急好きの皆さんならすぐにお分かりになると思います。可動式ホーム柵が開いてから電車のドアが開きます。ドアが開いた直後に電動式の徐行幕が下がり始めました。手動式の徐行幕だと一つ手前の緑地公園駅到着直後に運転手さんが閉められることが多いように思います。徐行幕を閉めることで室内照明がフロントガラス等に反射するのを防ぎ、運転手の安全な視覚を確保することができます。カメラ鉄平、皆さん動画ご視聴ありがとうございました。